2回目 の、 あの出場になります。衣装をガラリと変えて、今度は、去年おととしおととしまでの「からくれない」という作品を踊らせていただきます。親方がこの作品を大好きだって言ってくれたので、親方のために踊りたいと思います。ありがとうございます。先ほどからね、もうこの脇さんの演舞を何曲も見させていただいてますが、よくあれだけ本当に踊れるなと思って、新しいのが入ったら一つ前のも踊るのも大変ですよね。だから私たちもこれ今日のために練習したんですけど、いやちょっとやっぱり忘れてることがたくさんあって、それをねもう何年も何年も前からの作品をやるんですごいたくさん練習されたんだなと思って、で 私は2005年の三川よさこいに四街道のある団体で参加させてもらって、その時にすごい楽しいと思って2006年に舞風というチームを立ち上げたんですね。で舞岡っていうのは四街道にあった舞風っていうチームとソブレンっていうチームが一緒になって、さっき言いました今日12年目、その前に、舞風とソブレンは7年間活動してるので別々で、だから私たちも、まあ、踊り出してから19年ぐらいは20年とかね踊ってるんです。でね、今日ねそのぐらいその最初からね踊り子だった一番前のあの人、お誕生日なんですよ。はい、いくつになったんですかね。25歳だそうです、ね、本当にちっちゃい頃から私と一緒に踊って、ずっと続けてくれて私は嬉しいんですけどね。はい、じゃあいいですか。もうあとなんかなかったっけ。本当さっき打ち合わせしてたなかったっけ。誕生日は実は僕が言うようにしてたんです。ごめんごめん言っちゃった。2007年にですね、今代表が言ってました舞風で初めて御神よさこいに出場させていただきまして、その時に初めてですねファイナルステージに残らせていただきました。実はその時踊り子でしたっていうのを言ってくれるはずやったんですよ。そうなんですよ。その後ですね踊り子をしまして、二十歳も経験しまして、で2012年に代表からもう踊り子はクビってもうジジイやからダメやって言われて、13年から MC をやらせていただいてますんで、本当脇あいあいさんのように20年、まずは20年ですね向かってメンバー全員で振り返らずに前を向いて楽しんでまいりたいと思います。よろしいですか。それではですね挨拶はしなかったんで最後の演舞になります。全力で演舞いたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは参ります。胸に秘めた儚い思いがいつしか熱く燃えたぎり、やがて全てを深い赤に染めていく四街道舞岡からくれない、いざ。Yeah.
あふれる心の奥に。その昔、この国には神々たち、様々な不思議なことが起こっていた時代がある。そんな時代でさえこんな美しい景色を見ることができなかったが、舞い落ちた紅葉が水面に重なり合い、川一面を鮮やかな紅に染める景色、燃える思いが激しい水の流れを真っ赤に染める。雨が降ると空くれないに染まる。空くれない、雨よりも深く舞い。会場の皆さん、手拍子よろしくお願いいたします。なる。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。